はい、皆さんこんにちは、あちでございます。今回ですね、新しい、シリーズというかね、バーニングポイントですね、88の、やっていきたいと思います。アドベンチャーゲームですね。人生というのはいつまでも続く勉強だよ。卒業もできないし学位も取れない。だからせいぜい勉強して退学にならないようにすることだ。ロス・マクドナルド・ウィチャーリー家の女より。じゃあ何を言ってるか分かりません。そんなんあるんですね。エニックスなんですね。グッドモーニング、This is FM サンタクリス、朝の3時ってことでしょうかね。こんばんよ、朝には早い午前3時、早速留守番テレフォンコールでオープニングだ。さて、今日はどんな人たちのメッセージが聞けるかなと。テレフォンコールで、なんかノリがすごいわ。はい、私、リンダよ、ポール、今度の土曜日デートしようね。じゃあね、ジョン。帰ってきてくれ。やはり僕には君が必要だ。連絡を待っている。留守番電話ですかね。くたばれヘレンヒック。フォントの草変えてるんですね。フォントというかね、全く着頃の若いもはつまらん。年寄りに席も譲らん。昔のサンタクリスは人も街も美しかった。以上、今日のテレフォンコールでした。さて、今の愛すべき仲間たちがみんなハッピーでありますよう祈りつつ、今日最後のリクエスト、最初のリクエストね、ごめんなさい。ブルーパロッツのバーニングポイント行ってみよう。これエニックスなんですね。バーニングポイントということで、1989年だったんですね。先ほどの何ですか、留守番電話のね、ピーピー音がもうビーポンだったんでね、そこがなんかみたいな感じが私はしましたけどもね。ですから1989年ですからね、ジーザスのはるか後ですね。もうなんかね、私は一瞬、スナッチャーかなーみたいなね、スナッチャーみたいな感じの、何ですか、音の楽器かな、楽器のね、音色の使い方とかね、そんな感じがね、印象にありますね。ほんまスナッチャーだな、これ感じが。本当にね、そんな感じがしますよ。プロローグ、駆け出しの探偵ということで、なんか綺麗ですね。この町の名前はサンタクリス。ロスアンジェルスからハイウェイで1時間半くらいの距離にある。人口6万の港のある小都市で、他に豪邸が並ぶ住宅街と、わい雑な感じのダウンタウンとが妙に、対比し合っているのが特徴だ。僕は16年ぶりにこの町に帰ってきた。このシーン覚えてる。僕の名前はマイク・スティール。職業は私立探偵。2週間前にライセンスを取ったばかりの新米探偵だ。年齢26歳、独身。趣味は音楽、水泳。酒は少々、タバコはやらない。幼い頃から僕は人が泣いたり怒ったりしていると、どうしてもその理由を知りたくてたまらなかった。好奇心は誰よりも強かった。ガキの頃夢中になって読んだのがロス・マクドナルド。彼の分身であり、小説の主人公のリュー・アーチャーに憧れ、彼のような探偵になると夢見ていった。そして僕は探偵になった。記憶にかすかにあるな。記憶にかすかにあるなぁ、あるなぁ。あれれれれれれ、どうなったんだろう。このドラッグストアのある小汚いビルの2階に僕の事務所を借りた。実を言うと今日が開店第1日目なんだ。
このワンルームの事務所が僕の仕事場になる。早く依頼が来ないかななんて待っていたって来る、待ってたって来るわけないよな。探偵に必要なのは何か。知力、体力、根気、魅力。スティール、プライベート、ディテクティブ、エージェンシー、冬に、わかんない。実は今日のために宣伝チラシを用意した。昨日の徹夜で300枚吸ったんだ。そう、大事なのはまず宣伝だ。依頼がなければ仕事にはならない。この辺りでチラシを置いてくれそうなのは、一階のドラッグストア、向かいのレストラン。ねえ、もうデイビスの店って出てるんでね、向かいのレストランに行きましょう。まあこの手のねアドベンチャーはね、もうできるかもので全部やってしまおうみたいな感じなんですけどもね、向かいの食堂は小さい時に可愛がってもらったデイビスさんの店だ。店内はとても居心地がいい。店内を住みましょうね。懐かしいな。ウェイトレスのマリーは相変わらずの体型だ。ひどいこと言ってますからね。もう一度店内の様子見てみましょう。変わんないですね。話しかける。誰に？こんにちは。ご無沙汰しています。あ、ちょっと待って。カウンターに座ってるのが私なのね。はいはい。まあ誰かと思ったら懐かしい人。マスター出てきて珍しい人が見えてね。フォントの大きさ変えてるんですよね。結構細かいとこまでやってますね。何おお、坊主じゃないか。大きくなったなぁと。お久しぶりです。こっちには仕事か何かで。まあいつまでいるの。いつまでもいます。今度ここの向かいで探偵事務所を始めたんです。おお、そうか。知りたがり屋のマイケル坊主はついに探偵になったのか。何か手伝えることはないと。実は宣伝のチラシを置いてほしいんです。おお、何枚でも置いてってくれ。しっかり宣伝してやるよ。お願いします。ああ、やっぱりこういう時はあれですね、人のつながりですよね。店内とても居心地がいいで、何か持ち物を見せる。他の場所へ行く。どうなんでしょう。セリフ変わるかな。懐かしなウェイトラー、まあ、全然ですね。ということは、あ、でも話しかけれるんですよね。ゆっくりしていきな。ああ、そっか。キャラクターを選ぶのかなと思ったらそうでもないんですね。で、何か持ち物を見せる。小銭しか入ってない寂しい財布。僕の宝物、探偵許可書。昨日苦労して作った事務所の宣伝用チラシ。寂しい財布見せましょうか。何か飲むかい。今日はサービスだということで怒っていただけるんですね。後にします。あ、怒ってもらってて後にしますかい。僕の宝物、探偵許可書。本物だわ、すごいわね。探偵は君にとって、君にはうってつけの仕事だなと。あ、まあ、知りたがりーのっていうふうに言われてましたからね。昨日苦労して作った宣伝用、あ、事務所の宣伝用チラシということで、ちょっと見せてみましょう。よくできてるじゃないか。ああ、やめましょう。他の場所行きましょうね。ドラッグストア行ってみましょう。あなたがいない間にこの街も変わったわ。知りたいことがあったら来てねと。人と会う時にでも気軽に使ってくれ。この店は安全だ。やばい連中はいない。ありがとうということでね。まあ昔からの馴染みのね人だったということなんでしょうね。下がドラッグストアなんでしょうね、これね。さあ、チラシを置いてもらうぞということで、ドラッグストアへ行きましょう。ああ、なんか人相悪いね、これね。胸元のね、ニコちゃんマークニコちゃんマークっていうか、なんだろう、バチかな。うん、はね、反比例な人相ですね。ドラッグストアの店内はいろいろな商品で、なんだこれ、雑念としているでいいのかな。店内の様子を見てみましょう。この店は何でもある。薬はもちろん食料品、日用雑貨、キャンデー、僕の好きなスニッカーズ。あ、スニッカーズってこの頃からあったのね。雑誌、新聞、タバコ。幾多の商品がひしめき合ってる。目つきの悪い男の店員がこっちを見ているということでね。店員に話しかけてみようということで。いや、結局はどうだい。僕はマイク・スティール。今度この2階に事務所を始めたんだ。まあ、よろしく頼むよと。もう一回話しかけ、あ、店内の様子かな。しかし間違いな店員だな。あ、条件変わってますね。話の会話、セリフが変わってますんでね。もう一回聞いてみましょう。見てみましょう。もう変わらないですね。まあ、
内容が変わるまでコマンドをずっと実行し続けるっていうのはね、これのちょっと前のアドベンチャーであたもうね、あの当たり前というか必須なことなんですけどね。手に話しかけてみましょう。いや景気はどうだいとね、僕はマイクステルは同じこと言ってますね。じゃあね、持ってるもの見せてみましょうか。これはね、探偵教師からさっき見ましょうか。なんだこれやと、寂しい財布見せるしゃないでしょうね。商品を持ってきてから金を払ってくれ。悪い人じゃなさそうですね。木の苦労して作ったチラシ。お、画面が変わった。これね。スティール探偵事務所家々に捜索事件捜、調査仕事代行ぜひご相談を。有能かつ慎重にある若き私立探偵を求めの方、サンタクリスアーチャー通り2025テル009-1961、マイクスティールと書いてあるんですね。なんだこれは。今日開店した僕の事務所の宣伝チラシだ。ここで置いてくれないかなと。やだね、そういうことは違反なんだ。そう言わずに頼むよ、お断りさ。彼はね、いや今ね、彼は結構クソ真面目な人間なんだねって言うとしたんだけど、今あのね、手がちょっと動いてたでしょ。あの指があのね、マネーの形になってね、これをもうお金なんでしょうね。寂しさを見せましょう。分かってるじゃねえかと。どういうこと、もうこれできたのかい。ダメと言ったらダメだぜと。はいはい。お、分かってるじゃねえか。そういうことか。これは戻るのどうすればいいんだろうね。やっぱりやめるか。なんとかチラシを置いてもらう。そうですね。なんとかチラシを置いてもらいましょうか。どういうふうに頼んでみようか。交渉ですね。金で解決したくないけど金を渡してみよう。得意客になると言ってみろ。面白い情報流してやる。得意客ね。ラッキーストライクをくれ。どういうつもりだ。僕は一日タバコを2箱も吸うヘビースモーカーなんだ。これから買い物は必ずここでするよ。得意客が増えるのは収穫だろうと。この野郎、俺をバカにする気か。さっさと押せろ。客にそんなこと言うのかい。面白い情報流してみましょう。昨日ラジオでやったジョークなんだけど、これダメね。もうなんかダメなフラグ立ってるわ。俺はラジオは嫌いだとね。でも金ですよね。金渡してみましょう。仕方ないな。迷惑料は払うよと。分かってるじゃねえか。あいにくこれだけしかないんだがと。ふざけるな、こんなはした金で俺は満足しないと金のある時にやってこいということで、このアホンダラまで言われるのかい。ということで、ここはもうダメですね。で、あら、出れない？店内の様子見てみましょう。しかし、場違いな店員だなと。なんとかチラシを置いてもらおう。面白い情報を流してやる。僕は探偵だ。この仕事の面白いところは他人の知らないことがいろいろ耳に入ってくるんだ。セリフは変わりました。ふむ、これから特に面白いのを君にだけ教えてやるよと。冗談言うな、探偵は秘密原始だろ。よう分かってるな。当然でもやばいことを知ったら最後あんたも命を狙われる。俺はそんなのへっちゃらだね、怖かねえよと。ところで銃は何を持ってると。普段お持ち歩かないけど、スミス&ウェストでいいのかな。チーフズスペシャル2インチ重心のやつだ。古風な趣味だな、俺のはこれだと。はい、まだ一度も使ってないが、この辺りも物騒になってきたからいずれ使うだろうと。2階にいる僕も応援に来るよと。前に歯医者があったところか。そう、歯医者も探偵も人に嫌われる商売だ。お客がおずおずと入ってくる。なるほど。だけど決定的な違いがある。歯医者は儲かるが探偵はさして儲からない。そいつは面白いとは、はっはということで、ね、ほんまかいいのかこんな会話で。チラシ置いてくれるかい。置いてけ、気が向いたら配ってやる。なんか仲良くなっちゃった。ありがとう。もしお客が僕のことを尋ねたら、君は指を一本立ててくれ。スティール探偵事務所はこの上にあるっていうんだと。もうこれでいいんでしょ。よし、成功だ。とりあえずここを出ようかなですね。どこへ行こうや。事務所ですね。おい、待ってるよ。お、止められましたね。なんだい、何か入り用になったらうちへ来いよ。なんだ、手揃えてやるぜと。それは心強い。何かあったら頼むよと。
俺の名前はロブ、これからお前さんのことを駆け出しと呼ぶがいいかと。まあ駆け出しですからね、事実だからしょうがないなと。なんかね、なんか気に入られたみたいですね。なんとか無事にチラシを配り終えた。だけど本当に依頼者は現れるだろうかというところですね。第一章、死の蒸発。あ、一章が、あ、今のはもう、あ、そうか、プロローグか。そんな感じで言ってましたね。というわけで、その夫婦が現れたのが僕が探偵を始めて6日目のことだった。一見して上流階級の人間だということがわかる。こんな事務所には似合わない感じだというところで、時間がよろしくなりましたので、バーニングポイント、パート1ですね。この辺で終わっておきたいと思います。どうもありがとうございました。あ、ちょっと待って勝手に動いた驚くながら記念すべき第1号の依頼は有名な資材家のフィストバーグ夫妻だったんだと。はあ、ちょっとこれだけ進めていこうかいや、どうぞ。フィストバーグです。彼女は妻のアネット、どうかよろしく頼みます。それでどういうご用件でしょうと。それは妻の口から申し上げます。実は私たちの孫娘を探してほしいのです。家出ですか。いえ、夫とマイラシティに旅行中いなくなってしまったのです。すると蒸発ですか。それが、いい加減にしなさい。ここへ来たのは何もかもはっきりさせるためだ。この際事実をはっきり話すようにしなさいと。ごめんなさい、最初からきちんと話します。孫娘の名はヘレンと申します。去年ルドルフ・フォリーという方と結婚しまして、現在ヘレン・フォリーと申します。10日ほど前のことです。ヘレンは夫のルドルフと2人で、マイラシティへ旅行に出かけました。その旅行先で泊まったホテルが真夜中に火災を起こしたのです。当然2人の泊まった部屋にも炎が燃え移ってきたそうで、それでヘレンはと。亡くなられたのですか。死体が見つからないのです。はあ、これはどういうことか、死体が見つからないとはどういうことなのか聞いてみようということで、ここで終わっておきたいと思いますね。PC88 のですね、バーニングポイントパート1、この辺で終わっておきたいと思います。どうもありがとうございました。